はい、どうも、ゆりです。今回もハンパでやっていきたいと思います。で、今回も元凶戦花見なんですけども、評価値30の方をクリアしていきたいと思います。ただですね、評価ランク、S さえ取ることができれば報酬って、それ以降一切変わりませんので、正直ちょっと自己満みたいなはい、特に意味はないんですけども、一応最高難易度でありますので達成感はあるかなといったところでやっていきたいと思います。でですね、この評価値30の中にも五条先生縛りがあるんですよね。そう、今回もありますので、かなり難しいのは難しいんですけど、ただ編成によっては、5、6ターンで、クリアすることができますので、今回そちらをね、ご紹介していきたいと思います。というのもですね、はい。こちらじゃなくて、ちょっと待ってくださいね。あ、これだ。はい。そう、この編成、だいたい5、6ターンで終わるんですよね。というのも、この領域伏黒が、本当にやっぱりやばくて、はい、今回新しい恵み追加されましたけど、結局のところ、やっぱり高特性の領域伏黒がやばいかなといったところですね。で、阻害を全部取ってますので、被ダメージめちゃくちゃ痛いんですよ。なので、初ターンからもう、その全員の HP 半分以下になるわけなんですよね。はい。それを生かしてですね、この領域守護につけている決死の光線をつけたら、なんと必殺が2ターンで打てるようになりますので、それを生かして、デバフをどんどん重ねていくっていう感じです。で、トゲがね、もう初ターンで落ちますので、裏の、光線ゲットと交代して、そのデバフがね、モリモリの状態で光竜を打つことができれば、もうほぼほぼその時点で敵の HP 持っていくことができるんですよね。はい。そこはね、ちょっと見ていただいた方が早いかなと思いますので、早速やっていきたいと思います。よいしょ。でですね、運要素ももうほとんどいらないですね。そのスタンとかもないですし、はい、最初はね、ほぼほぼその花火も全体攻撃しか打ってきませんので、試行回数もそこまで必要はないかなと思います。で、1ターン目なんですけども、領域伏黒は疾走斬りですね。はい。で、学願寺学長は呪力飛ばしで、ちょっと呪力を温存していきます。で、単位魔引きはもう使っちゃって大丈夫で、召喚一心と防ぎを、はい、ここ合わせて使っていきます。はい。で、これによって、領域伏黒が2ターンに溜まることになるんですけども、はい。で、これギリギリ耐えるんですよね。無凸なんですけど、はい、ギリギリ。なんですが、なんとか耐えることができまして、でも早速領域展開を打っていくと。で、ここから呪力の音を、学願寺学長持っていきます。で、領域障路はもう HP 危ないんですけど、無敵がつきますんで大丈夫なんですよね。で、学願寺学長と、そのエサルの雪かな、危ないので互いを信じてを使って光線ゲットはスキル2で、はい、術式ひらめデバフかけていきましょうか。2ターン目にもういきなり領域展開、はい、しまして、ここスタンが入らなくても全然問題ないです。今入ったんですけども、入ったとしても、あ、入らなかったとしても全然受けれるかなと思いますので、はい、で引き続きデバフをかけていきます。で、タイマ引き、これで3回そう、かかることになりますので、ここからはもう一切、食らうことはないですね。で、学願寺学長につけてるバチ殺しのおかげで、そう、呪力20回復してますんで、結構連発できます。そう、HP50% 以下にね、する必要があるんですけども、で、切り払い、今1回目ですよね。一応ちょっと確認しますね。あれ、1回目出てなかったかな、まだ。あ、そうだ。あ、1回入れてる。はい。で、2回目ですね。もう決心の光線も使っちゃいましょうか。で、呪力の音。ここは大魔壁ですね。で、光線ゲートもスキル2です。よいしょ。デバフをがっつりかけていきます。これでも、すごいヒラメデバフかかってるんですが、で、次のターン。はい。このターンで一応、花火の攻撃も合わせて、5ターン目には、光線ゲート溜まるかなと思います。で、呪力の音も今4回。そう、このターンで4回ですね、かけたことになって、さあ、斬首も使って、打ちましょうか。いきますよ。はい。さあさあさあ、とんでもないリバイルをかかってます。で、これ、ローリングはさすがに入りませんでしたけども、SR のゆうきくんでも130万入ってまして、ここ、交流です。はい。無凸ですよ。780万出てます。いや、やばくないですか、これ。はい。領域伏黒のデバフがもう本当にやっぱり異常ですね。でもほぼ1000万ダメージ出ていまして、
残りの HP は、ガクガンジ学長の必殺で、多分落とせるんじゃないかなと思うんですが、どうでしょうか。はい、6ターン目です。あ、ギリギリ耐えたかな。あ、でもミリですね。うん。さあ、ゆうきくんでフィニッシュです。はい、ということで、評価値30でももう5、6ターンで一応クリアすることができるんですよね。1と2あれば、多分落ちてたかな、もう。うん。で、もう一パターンなんですけども、まあ、同じく領域牛黒を使った編成ですね。はい。その光線ゲトの枠を、一応、野原に変えてます。野原の方が火力出せます。はい。まあ、立ち回り自体は、うん、先ほどの編成と同じですね。はい。同じ流れで、まあ、やっていくんですけども、うん。ここのね、その、光線ゲトを入れてた枠と、まあ、野原は今回入れてるんですが、マヒトでも一応いけなくはないんですよね。いけなくはないんですけど、無凸だとちょっと厳しいかなと。うん、無凸だと最低限、その、領域展開の方がスキルレベル10じゃないと、ちょっとね、無理があるかなと、うん、いった感じです。ただ、1凸以上あれば全然結構余裕でいけるかなと思います。そう、割と火力ギリギリなんですよね。で、同じようにやっていくんですけども、よいしょ。はい。いや、本当に強いですよね、領域牛黒。もうこのデバフ量は一生生き残るんじゃないかなと。え、ちょっと待って。HP1? ちょっと待って。初めて見たかもしれない。はい。そんなことあります？ど根性とかついてないですよね。はい。HP1 はやばいな。ということで、釘先はもうスキル1で。うん。スキル 1の方でもデバフ重ねれますので、はい、あ、ちょっと待って、互いを信じて打った方が良かったかもしれない。そう、何気にちょっと危ないんですよね。ガクアンジ学長が HP かなり低いので、やばいか。ただ、このターンに使えば問題ないかな。うん、ギリギリ落とされないはず。というか、多分無力化できると思うんですよね。はい。野原でまたデバフ入れて、うん、大丈夫ですね。さあ、ここでまた決死の光線使って、バチ殺しももう使っちゃいましょうか。はい。で、ゆうきくんも大麻引きで、次のターンも無力化できてると。で、ここは釘打ちで、うん、術式ラメデバフ入れていきます。はい。さあさあさあ、で、次のターンも決めに行くんですけども、うん。敵強いな、76万入ってる。はい。で、残りの HP が1200万残ってます。なんですけども、このノーバラの火力ですね。はい。では、いきますよ。さあさあさあ、まあ、ゆうきくんと、同じように連携視察して、うん。まあ、さっきの光線ゲートを使った編成と、本当に立ち回り一緒ですね。はい、もう。はい。まあ、ローリングもう入るんですよね。うん。で、これ、無凸です。400万からの、さ、ちょっと。いや、やばすぎますね。さすがです。夜特性だと、その紫の次に、まあ、火力高いかなといったところなんですけども、そう、無凸のバラで5ターンで、これ、評価値30ですからね。はい、クリアすることが、まあ、できるんですよ。まあ、本当にね、そう、試行回数も、うん、全然いらなくて、サクサク。まあ、この編成だと、一応クリアすることが、できます。で、ちなみに、ここの枠を紫にして、まあ、評価値30は無理なんですけど、全然ね、五条先生の縛りとかなくして、報酬目当てでね、報酬だけ取るっていうのであれば全然使えますし、あとはやっぱ真人ですよね。真人でもいけなくはないですけど、ただちょっと育成のハードルがだいぶ高いかなといった感じです。この育成度合いで、うん、これでもちょっとギリギリ無理だったので、そう、自閉炎鈍化が10であればいけるかなっていったところです。もしくは覚醒、うん、1凸以上あれば全然いけると思います。っていった感じですかね。一応評価値30の方を今回やっていったんですけども、まあ、編成によっては、うん、速攻終わらすことができます。まあ、領域牛黒のやばさがね、ちょっと改めて、うん、改めて思ったんですけど、やっぱりこのキャラが新工場として、まあ、工場地してますんで、うん、まだ一生使える性能ですよね、多分。これ以上のデバフキャラって出てくるのかっていったね、感じなんですけども。はい、ということで、今回はここまでにしたいと思います。よかったらチャンネル登録、高評価、そして X のフォローもしていただけると嬉しいです。今回もご視聴いただいた皆さん、ありがとうございました。それでは、お疲れ様でした。